んにちは、ゆるっとボーラーさおりです。今日はですね、前のね、あのスペアボールのね、あの神回に味をしてみまして、あのボールを使ってね、何か動画撮らないか伺いました。どうの手今日は両手投げをスペアボールでしていきたいと思います。はい、で両手投げね、やっぱ慣れてないんだけれども、そうだからこそあの軽いボールがいいなと思って、あのボールだったら13ポンドなので曲がるんじゃないのかな、スペアボールだけどと思いますね。曲がるのか、両手投げでもいけるのか、自分自身が気になったんでやってみたいと思います。楽しみ楽しみ。はい、ではね、例の神回で使われたスペアボールになります。さあこいつでちょっとまたかませるかな。あ、でもなんか初回にしたら良さそうじゃない？いいかもいいかも。あ、ただ問題はスペアが取れるかよね。え、これどう取ったら？ちょっとこれバックアップや。ね、バックアップって一回もやってないけどやってみていい？できるかどうかわかんないけど、これこうだとね絶対曲がっちゃうんよ。だからこうか。できませんでした。来たよ、あやつやべえです。バックアップできんのです。どうしよう、普通にこう投げたらさ、両手投げしたらさ絶対に取れんやん。 100%1000番取れ1000番何も悪いことしない。セブンピンの練習したんだ、そういうことにしないでや。おお、あわやスネークアイっていうか、ちょっと嫌なんです。え、両手投げの人はどうしたらいいですか？どうするの両手投げの人教えて。両手投げの人こうあ、バックアップ、当たってー。あ、ある意味なんか神触れやねん、自分の中では。やった、よし来い、いいぞ。うん、でも奇跡は二度起こせってやつ、心の準備をしないと。当たって、いいじゃんやりました。いや、ややこしいね、なんかどっちなんじゃ、1回にしろって感じね。裏かな、うん、いいじゃんいい感じ。いい感じ。奇跡、やば。ちょっとなんかある意味自分の中でこれも神回なんだけど、ちょっと神回認定していい？いいのか？
曲がれ、よし来い。来た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 。やばい、え、すごいすごい、ゴフレからのノーミス、後半すごい。よき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 、つくで。ちょっと打ち落ちたけど、うわー、あと一品惜しい。えいってないな。え、待って待って、今度反対やんな、今度こっち側のピンが残ってるからいいのか、左に曲がるから普通に投げればいいのか。あ、やばい、曲がりすぎた、狙いすぎた、あー悔しい。はい、ということで両手投げしてみたんだけども、100万26というね。だけどなんか自分の中では結構手応えあんねん、なんかね、結構自分のなんとなく落としたいようなゾーンとか落とせて、いや、なんとなくなんか回転このぐらい戻ってくるかなとか分かったりとか、なんか曲がったりとか楽しかったね。あ、両手投げも結構楽しいで、しかも13分号だからなんかね、重くないからすごい投げやすかった。これが14、15になってくるとちょっとだんだん投げにくくなってくるし、回転もかけにくいなと思うんだけど、13はすごい軽いから回転もかけやすかったし、それもあるのかもしれない。あ、ちょっと両手投げ楽しいかも、てかちょっと楽しさを知ってしまったかも。あ、どうしようかな、ちょっとじゃあ右投げ左投げ両手投げのちょっと3刀流目指してみようかな、それもいいかもしれない。本当に楽しかった、楽しかったので、あのね、もし両手投げ楽しかったってあの言ってくれるね、あの視聴者さんとかがね、いればね、またちょっと両手投げもね、あのやりたいかな、どうですか皆さん。両手投げやりたいな。どうだったか、ぜひコメントで教えてください。はい、ということでね、楽しかった方頑張ってねと思っていただけた方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。アランボタンもぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイビー。